朝ドラ「ひよっこあらすじ予告」第145は秘密の恋を告白する早苗9月18日月放送分危機物語バー、好き時計に集まった赤根荘の女性たちに早苗が言い出しました聞いてほしいことがあると早苗が面々に聞いてほしいことそれは これまで誰にも話すつもりはなかった、早苗の昔の恋の話でした。早苗が上京した初めての日、早苗は、生まれて初めて乗ったエレベーターが故障し、5時間閉じ込められるという経験をしました。その時に、エレベーターに乗り合わせた男性が、早苗が恋した相手でした。故障したエレベーターの中の5時間で、早苗が恋したその男性は、その日の夜に東京を立ち、 音楽のの修行のたた。めニューヨーヨクに向かいましたその男性は、サナイに約束しました。サナイが25歳になるまでに、一人前になって、日本に戻る。そして、サナイと結婚すると。一方、みね子と同じ部屋で暮らすことになった節子は、雨めと過ごした時間への正直な気持ちをみね子に告げました。雨めと一緒に過ごした豊かな時間は、 自分の心の中だけに秘めておきたい。それが節子の願いでした。